ってくるまではちょっと頑張ってもらって、なかなか大変ですね。なかなかね、つかないもんですね。なんか木を移すものはあるんですか。あ、そうですね、あっちにあの朝ひもを解いたものがあって、ここを置いておいて、左を入れるんですよね。そうですね、貫通しようかな、終わっちゃうかな。まだまだダメなんですよ。こことあ、でもいい感じじゃないですか。あ、いるいますいます。かぶせて、あ、めっちゃつける、かぶせるんでこのまま、あのもう小さく小さく、はい、しっかりギュッとしてやってもらって、はい、行きまーす、作って、何やってんの、小さくで全然大丈夫なんで、はい、やってもらって、赤ちゃん来ました。みんな見てるね、脱出島来た、来た、もうちょっとで来た瞬間にパッて離す、うん、パッと、じゃあね、こんなにいいやつだったのに、もう一回ですね。じゃあ、もう一回で。ここが、尖っちゃうと、あの、当たる面積が小さくなっちゃうので、はい、あの、ここを削るらしいです。なるほど、なるほど。ゆうかちゃんやると3回ぐらいでもう気分いく、休憩してからね、マジですごい、これ足で押さえてる、いや、ね、膝の方こっち、こっちにして下げよう、いけ、ゆうちゃんはね、こっち側に来た方がいいかもしれない、なんか玉ねぎ投げられた、せーの、待って待って待って、まっすぐにして、まっすぐにしなきゃ、せーの、あ、こういうことですか、あ、よね、ゆうちゃんもここに来て、ここを押さえたら、ゆうちゃんも全部一緒に力、あ、1、2、せーの、いいよいいよ、ただシャコシャコするだけ、せーの、最初にひなちゃんが10回ぐらいやったら、そこに手を押してあげて、あ、ごめん、マジでごめん、痛い、そこに、いいよいいよ、こういう感じ、そうそう、2、3、4、5、早くなくていいよ、8、9、10、OK、 よし、OK、来てる、じゃあその、それだけ待つ、頑張ります、中国ゴマって言ってます。中国ゴマ、へえ。なんかでも中国ゴマっていうと分かる人もいれば、ディアボロって言えば分かると思う。でもディアボロ横文字の方もかっこいいから僕はディアボロって言ってます。そうなんです。上投げたりするんですか。そうですね。はいはい、あげる。はい。はい、両手、はい、両手、はい、両手、もう片方、はい、
普段こんなことやってる。いや、普段はこんなことあんまりやってません。すごい。昔はやってましたが。道具持ってるってのはすごい。それをこういうのすぐできるようにちょっと安く買いました。大道具、大道芸みたいな。大道芸っていうか、まあ大道芸の道具使って気軽にこう遊べるみたいな、はい。だからあんまり長くやんなくてもいいかなと思って。あ、ちょっとね。なんか遊び道具あると遊べる子もやっぱいるので。で遊べちゃう子はやっぱあっちに。わ行ってもらって、ね、そう行くので、わすごいで、そうそうそう、ああいいっす、なんかこう入る導入のきっかけみたいなぐらいに思ってます。こんにちは、これは何やってるんですか？今穴掘ってるんですよ。穴掘ってるんですか？ずっと広げていけばさ、こっちにさ、一緒にしよっか。はい、それでご飯とお汁持ってきてください。はい、ありがとうございます。ありがとう。こちらへお越しください。すごい、おこげだね。おこげあるよ、どうぞ、おこげ。おこげ、おこげ。本当だ。おこげだよ、おこげ。めっちゃ美味しそう。おめんそがいいっすね。めっちゃ美味しそう。いや美味しかったんですよ。めっちゃ美味しかったです。もう一杯ですね。もう一杯。超おかわり。今日豚汁どうでした？見た。うまくできました。うまくできました。美味しかったですよね。あ、美味しかったよかったです。ありがとうございます。ご苦労さまでした。どうも。ゆむさん、一言感想。感想。感想ね。今日は、天候もよく。朝雨が降ったのでどうなることかと思ってたんですけど、はい、雨が上がったら皆さんたくさん集まってきてくださって、はい、とっても楽しくできててよかったです。すごい雨降ったんですよね朝ね。そう、1時間弱で止みましたけど。あ、そうなんですか。うん、今日6、多分70から80名ぐらい。そんなに。うん、え、今日のタイトルは何ていうんですか？遊び場地区間って言います。遊び場地区間、はい、プレイパークです。まあ、どんな趣旨でこうやってらっしゃるんでしょうか。子供たちがここにあるんですけど、はい、子供たちがほいほい、よいしょ、自然の中で、はい、自然の中で思いっきり遊べるっていうことと、はい、やってみたいと思ったことをやれる、はい、ダメとか危ないとか汚いとか、はい、そういうことを言われずにやってみたいと思ったことをやってみれるっていう環境をみんなに、提供したいかなと思って、うん、やってます。前回は本当に8月の末ですごく暑かったので、はい、プールも設置したりして、そうなんです。あと水遊びとかね、そういう感じだったんですけど、今日はまたロープワークがね、得意な方がいらっしゃったり、あと木工の木工用の廃材を寄付していただいたので、それを使って工作というか、自分の思いにね、釘を打ったり、トンカチ使ってみたり、ノコギリで木を切ってみたりっていうことをやってみることができて、とっても良かったなと思ってます。あとは火起こしとかね、はい、お子さんだけじゃなくてお父さんお母さんも一緒になって、うん、そうですね、やってる場面がこう、うん、はい、ところどころで見かけたんですけども、そうですね、はい、大人のも子供も思い切り、うん、子供心に帰ってみんなで楽しく遊べる場所が、あればいいなと思ってやってます。そしてなんか取り掛かりの人もなんか、うん、急遽参加する、ね、そうですね、ありがたいです。はい、また皆さんに知っていただいてね、たくさんの人に来ていただければいいなと思います。この場所もいいですよね。大池は本当に助かります。うん、管理事務所の方ともね、とっても、はい、よくしていただいて、はい、火もね、綺麗に
片付けていただいたりとかね、火は私たちが片付けるんですけど、うん、あの施設の管理をねしっかりしていただいているのでとってもありがたいです。今後はどんな風にやってますか？今後もあの月1で10月11月もここでやる予定はしてます。あ、そうなんですね。はい、ただちょっとまだあの天候もね読めないですし、ちょっとこの施設もあの冬に向けてね、ちょっとずつ冬支度をしていくそうなので、ごみしちゃうかな、いろいろと片付けてね、物がもうちょっとなくなるみたいなんですけど、でもそしたらそうしたで今度はその季節の遊びをねやっていければいいなと思っているので、その時その時で自然の中で、はい、遊べるように考えていきたいかなと思ってます。ぜひ頑張っていただきたいと思います。ありがとうございます。今日はお疲れ様でした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。